皆さんこんにちは。今日は大変ご苦労様でございます、久しぶりの石川先生の会合、こんなに大勢ご参加が頂戴できて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。ただいま司会者の方から状況報告というのは話でありましたけれども、実はこの後、知事とかあるいは伊藤先生、国井先生などのお話があって、そちらの方がきっと正しい状況報告ができていただけるのではないかと、そちらに委ねちゃいましょうとずるい考えを持っているんですけれども、いずれいたしましてもですね、今石川先生からご挨拶がありましたけれども、本当にこう早くこの今の政治状況、国の今の政権の国の舵取り、何とかしてもらわなきゃならないなと思っている方は本当に大勢おられると思っています。何といってもですね、その今の政権は地方の現場を知らない、それが私一番感じています。時間が少しですから限りありますので簡単にしますけれども、例えば昨年の3月その地震があった、災害があった後、農産物の出荷停止などがありましたよね。あれは一番早かったのはほうれん草でしたか。全県、栃木県は全部ほうれん草を出荷しちゃいけないという。で、あの3月11日の頃、私は日光ですけれども、日光なんかにですね、寒くて路地物のほうれん草なんかありませんよ。あるとすればハウスで暖房をかけて栽培をしたほうれん草があるんです。しかしそのほうれん、ハウスものまで含めて全部出荷停止という判断を下したでしょ。で、後で知事なんかにお願いをして陳情したらば、解除になりましたけど、今度は市町村ごとにやるとか、なんかだんだんこう大きな声を出すとそうになってきていますけどね。で、私はこの間も石川先生に伺ったんですけれども、今その定例日、私は詳しくは分かりませんが、例えば農産物などの自由化になると、沖縄などで作っているサトウキビ、離島なんかではサトウキビだけを作っている農家があるそうですね。そうすると、それが立ち行かなくなれば、どっかを求めて離島、その島を離れなきゃならない。本島に来るなり、この本州に来るなりしなきゃならない。そうすると、僕は無人島になっちゃうと。今、日本の国がどっかの島、名前がついてない島に名前を付けようという公表をしていますけど、中国がクレームをつけてきているそうですよね。今ある島でさえそういうことですから、これでまた離島なんかが吹いたら、あの辺の海域にですね、日本の国域なんか、領域なんかなくなっちゃいますよ。ですから、単なる農産物の自由化とか、商業の振興だとかということだけじゃなくて、この DPP は領土問題にも関係するような大きな問題になってくるんだろう。そういう私はこの地方議員ですけども、心配をしています。そういうこともきっと、念頭にないのかどうか分かりませんけれども、そういう現実、現状を知らない政府にはですね、早く、変わってもらわなきゃならない。地方の議員としてもそう思います。で、栃木県も、地上返答にいろいろこう、この災害に対する、震災に対する復興、復旧、復興、一生懸命そして、明日、知事からも観光に対する新しいこの、目覚まなんかも発表があるはずです。ちょっとお聞きしたのは、知事の前に私が言ったってまずいから言いませんけれども、明日ですね、知事の方から我が自民党に対する回答を頂戴することになっていますので、それは、明日政調会長が記者会見をやったり、五国知事の方から記者会見があったり、いろいろ20年度の新しい予算等について発表があると思いますけれどもね、どうぞ今日はそういう意味で、その西川先生を囲む会、実りが多い、会になってですね、明日から我々が元気を出して、いろんな活動を取り組むように、皆さんにお願いをして、状況報告になりませんけどね、お願いをしてご挨拶にします。ありがとうございます。よろしくお願いします。